ファサファサやん。ファサファサ。CPA カレッジ。いらっしゃい。いらっしゃい。あ、多分三井生命のものです。おかえり。おじゃ。ただいま。今日ごちそうだぞ。今日はごちそうだぞ。久しぶりだね、君たち。なんかいい匂いするね。ありがとう。ちょっとさっき食ってるから。あ、今日は。マツコズキッチン。あ、もう始まってる感じ。始まってる感じ。ちょっと何を今日は作っていただけるんでしょうかね。今日ね、フランスの家庭料理のね、アッシュパルマンティエっていう、まあ、簡単なフランスのグラタンみたいなやつなんだけど、当然私が作るグラタンだからね、ただのグラタンじゃないわよ。違う。もう超豪華に、もうコストもかかりまくってる。グラタンを。なるほど。シェフ、それは刻んできてくれたの？これはね、あの家でね、ちょっともうこれだけめんどくさい工程なんで、セロリと人参と玉ねぎのみじん切りを。もう弱火で。弱火やな。めっちゃ弱火やな。これちょっと弱火すぎるわね。でもね、こんなもん。なるほどなるほど。でも、あの30分ぐらい。あ、これで？30分、40分ぐらい。へぇー。あんまりいじりすぎちゃうと美味しくなくなるんだけど、ほったらかしすぎると拗ねちゃうの、これ。たまにかまってあげないとね、美味しくなるんだよね。かまってちゃうんやな。そう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 。そうか。なんか加減が難しいんだけど、ちょっと焦がすと良くないよね。焦がすと良くない。あのね、じっくり火を通してこう甘みを出していく感じ。なるほどなるほど。おー、はい、あのイタリアとかフランスの煮込み料理とかで、こう煮込み料理のベースになる。イタリアとかだとソフリットって呼んだりするんだけど、それがこれ。初めて聞きました、ソフリットって言ったのを。ね、これをやるだけだと分かんないから、もうお肉の処理もしちゃいましょう。うわうわ、このお肉は何ですか？これね、あのランプ肉。うわ、ランプ肉。ランプっていうのはあの腰からちょうどね、お尻にかけての。あ、なるほど。この辺りの部位なんだけど、みんなサーロイン知ってるでしょ、サーロインの近くにある部位で、赤身の良さと、だけど、刺しもほら見て、適度ね、刺しも入ってんのよ。すごいよ、これ。いいとこ取りしちゃってる部位なのね、これ。これがランプ肉の特徴よ。なるほど。普通ね、このアッシュパルマンティエってひき肉でソースを作るんだけど、そうやな、そういうイメージあるな。そう、まあ、私そんなもそんな貧乏くさいことしないから、今日もこれでやっちゃうから。なるほど。ステーキでね、作っちゃう。うわ、これは楽しみ。もう豪快にね、うん、だけどこれ全部使うと多分すごい量が、綺麗な肉やね。で、これ後でフライパンで焼いて、うん、で、サイコロにして、こいつと一緒に煮込んでいくから。あ、なるほど。ちょっとこんなおしゃれな塩と、こんなおしゃれな塩のみのみのみです。胡椒はしない。胡椒はしません。表裏にね、塩胡椒。まあ、表だけでもいいんだけどね。なんとなく雰囲気でよ。なるほど。これね、あんまりね、塩振ってあんまり大きすぎると水出ちゃうから、だけどわざと水を出すためにちょっと塩振って置いとくときもあるのね。へー。そうすると今回はね、まあ煮込んじゃうから、どっちでもいいんだけど。どういうときはこれ水出すんですか、シェフ。なんかまあ刺しが多い部位なのか、刺しが少ない部位なのかにもよったりするんだけど、あと何、そのもう本当に中も真っ赤の超レアで食べたい時とかは、あえてちょっと水を出して、なんか旨味をギュッと、そうなんだ、赤身の味をちょっとギュッと濃くしたい時とかはわざと。じゃあ赤身は水を出す。まあ絶対そうか、ちょっとそうでもないんだけどね。オールカットやな、これ。今のくなり。
でね、このね、あの煮込み料理に入れるお肉は、うん、しっかり焼き目つけないとダメ。おあのみんなね、ひき肉とか炒めるときにね、すぐこうやって潰したりしてる、うんうん、ダメよあれ。ちゃんとひき肉を置いてしっかり焼き目をつけて、で、ひっくり返してそっからこうほぐしていく感じ。その焼き目から煮込み料理の旨味の素が生まれちゃうんだよ。なるほど。ちょっと焦げるぐらいの、そうそうそう、しっかりね、もう焦がして、もう焦がして焦がしてキャッシー塚本みたいになってるけどわかるかな、それみんな。わからんのだ誰もわからん気がする。まあね、もうどうせ後で煮込むから、なんかもう中火通ってるとかそんな気にしなくて結構。焼き色がついたら揚げて結構。見てこの綺麗なキッチン、やばくない？見て、そう、こんなキッチンにこんなん置いてる男いる？ないと思うんですけど。使いやすいキッチンではあるな。うん、このここが広いのがええわ。あー、ありがとう、ありがとう。ここ広いの、もうこんなキッチンあるやん、やめてほしいこんなぐらい広いから使いやすいね調理スペースもね。そうそうそう、広くて、もうね、これぐらいつけて、これぐらい。おやっぱりもうちゃんと、ちゃんともうしっかり焼き色をね、これはまだ、これもまだ、あ、もうここ、もう、まあ、きっとこのまま食べた方が美味しいんだろうけど、なんでやねん、お肉だからね、でもそれを贅沢にしちゃうわけよ。はい、そうそうそう。これはなんかあれやな、合格した時とかに食べたい。あー、うん、そうね、な、そう、あのワインとともに、まあ、こう勝利の晴れの日に、うん、そうそう、みんなでね、そんなもう一人で食べるもんじゃないから。あ、なるほど。私いつも一人で食べてそんなの、あの4人5人でね、パーティーでみんなでワイワイ言いながら。そうやな、これは。そう、うわ、いい人やな、これ。食べる前から私はもうこれを作って一人じゃ当然食べきれないから、うん、3日に分けて食べるわけよちょっと誰か食べに行ってあげてほしい。これね、大きさはね、うん、もうお好みで、あの、もともとひき肉で作るようなものだから、なんかあんまり大きいと食べにくいんだけど、まあまあこれぐらいで、リアルサイコロサイズぐらいでいいんじゃない？うんうんうん、ちょっとしか中はレア目が濃いんですよね。あんまりね、そうね。外はパリッと。そうそう、もうあのどうせ煮込んじゃうから、うん、そんなにね、中まで火通しちゃうと、お肉ってね、その高い温度で火を通しちゃうと一気に身縮みして中の方に飛んじゃうから、フライパンにね、旨味が流れ出しちゃうと意味ないのよ。そう、もう料理は科学だからね。シェフはどちらで修行されたんですか？あのね、あれよあれ、辻調理師専門学校で怒られるわこうね、こうだいぶ濃さがね、帰ってきたな。まあそう、半分これをね、今からここにぶち込んで、うんうん、このセブンイレブンの激安美味しいワインを、寄せ見てロード、これをもう一本丸々ぶち込みます。ああ、そう、でこのワインの水分がなくなるまで煮込みます。へえ、はあ、やっぱり大阪の水は美味しい吉村知事肉入れます。で、これを強火に、もうマックス強火で、マックス強火や、マックス強火にしてください。もうワインを入れた時にジュワーってなるぐらい。あー、なるほど。お、高いところかな。うっす、ピチャ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 なるからおー、一本全部、一本もう全部。これね、アクはね、丁寧に取ってくださいね。あとでね、えぐくなっちゃうんで、味が。うお、すっげえ少なくなってきた。すごい。これぐらいまで減らして、うん。もう火が止めていいんで。火を止めてトマトを入れる。今、トマトを潰して。あの、ちょっとさ、あの、京都の時思い出すくない？あの、京都ラムズな。うん、めっちゃ懐かしい。あ、そうね。
この後俺ら餅ついてるからな、今日。いや、行きたかった餅つきへ。もう地獄やそうそうなんすか。ちゃちゃ、俺と勇気2人で餅つきしてる。そう、年末31日に配信する動画で、うん、で、まあ、餅つき動画やろうっていうので、うん、で京都 の受付の人にもち米炊いてもらって事前に、で初めてんけど、うん、もういつまでたっても餅にならんのなんかもう溶いた山芋みたいなのべちゃべちゃで男2人でついて1時間ついてんけど、だから柔らかくなっていく一方やねんなそうそう、ローリエを入れる、はい、トマト缶入れてローリエを1枚入れてで弱火でいいんで、もう超弱火でいいんで、また超弱火でいく、1時間ぐらい煮込んでください。1時間いくね。また皮のまま40分。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイディア、リホちゃんとユウスケちゃん。だいぶ熱くってきてたろうな。熱いこれもうマジで熱いねんって、マジで熱いねん。この日焼けの皮を剥くような感じで、これ熱いねん、もうマジで。これでも冷やしたらあかんねん、熱いうちにやって、熱いうちに作ってしまうなと。あ、そうな。そう、これが嫌だったら事前に皮むいて入れてください。熱いよ。ほんと真剣や。熱いよ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 。早い人だ。俺じゃなきゃ見逃しちゃう。皆さん驚かれるかもしれないんですけど、うん、バターなんとこれ、うん、一箱使う。マジマジ、デブ製造機なんですよこれ。ほんまや。だから女の人は、女性はもうこれ食べたら3日ぐらい絶食しないと思うもうそれぐらいのもうカロリーオーバーなんで。もう柔らかくしたバターを、もう全量でいっちゃってください。はい、もう潰しながらこのバターと、うわーこれはうまいやろ。もうひたすらね、もう憎いやつを思い浮かべながら。なるほどなるほど、カツミやなザそうね、カツミ、カツミをもう粉々に。マウント取りやがってなんであんなマウント取るんかね、あいつは。ほんまちっちゃいおっさんやで。まあでも顔表であかんねんで。潰れてきた、潰れてきた、潰れてきた、潰れてきた。おお、すごい潰れた。まあ、プロが作るやつはこれあのこし器でこすんだけど、滑らかにするんだけど、私はまああえてこのちょっとじゃがいもの塊があるのもまた美味しい。それもまあおつだと。そんなね、何でもかんでも均一にしたらやばくちゃうよ。そうやな、日本人は何でもかんでも均一を好むから個性が大事やな。そう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 、ちょっと味が濃いところ、ちょっと味が薄いところ、ちょっと辛いところ、ちょっと甘いところがあるから美味しいの。そうや、卵かけご飯だってクチクチしたら美味しくないよそうなんや知らんけど、バターをこんだけ入れたくないと、これはちょっと罪悪感あるなっていう人はバター少なめにして牛乳とか生クリームで伸ばしてもいい。なるほど。そうするとちょっと体に優しい。なるほど。ちょっとだけな、ちょっとな。どうせもうチーズ山ほど振りかけて焼くねんから、諦めてほしいな。一緒。そうそうそう、そんなね、あのもう言いたいんだけど、体に優しい美味しいはない。ないよ。美味しいものはやっぱ体に悪い、体悪いから。そうやな、そういうことです。もうそれはね、全人類ね、もう覚悟してほしいそんなもう野菜で作ったケーキとかダメよ。あんたはまがいものなんでね、ケーキ食べるときは覚悟してください。体に悪いものをいただいてますと。そう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 、
見て、ウクライナ製の蜂蜜見たこと、これどなた市川拓三郎さん、どなた生産者そうでしょうね。あの、砂糖でもいいです。白子ソテー、これをまず大層に、これ大層、じゃがいもじゃないわ、マッシュ。ちょっと横から見た感じパティシエそうね、今日はこちら、ね、グリエールチーズと言います。ね、確かね、スイスのチーズなんよね。だからヤギのチーズだと思う。ヤギのチーズ、はい。さあ、これをこれ使ったことないけど、こう、そう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 、うわ、これ綺麗にできんな。お前な、俺正直それでニンニクと生姜しか吸ってこなかったそいつの本領初めて見たわ俺。ファサファサやん、ファサファサ、ウネリンの頭みたいね、ファッサファッサ。ウネリンも毛真っ白やから見えてないだけでねそういうことか。そう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 、なるほど、なるほど、なるわけじゃない、ね、はい、ということでアシパルマンティエの下ごしらえはこれで終わりこれ下ごしらえもう完成じゃないんですか。いや、完成やけどねいや、完成、あとこうオーブン様になるほどこれを焼いていただいて、はいはい、本当の完成です。なるほど、でもあの夜ご飯にいただきましょう。あー、そうしましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ゆうき、それ一番初めて食べたらあかんで、驚くのは食べてからだよそのほっぺたもう床に落ちちゃうからごちそうさま、成功ですセーフ。もう全然食べられへんかったよ絶対食い切られへんと思ってたけど、そうや、ちょっと作りすぎた、作りすぎたな。まあでもあの足らないよりは、うん、そうね、余る方が、うん、そうね、余ったやつは全部明日上田雄介が食い切られへん。ステーキ2枚あるアシパルマンティエ残ってる、鴨肉も残ってる、あ、であとほらあのなんかソースとジャガイモのピュレも残ってる、まあ、それを明日全部朝に食べてください。そんな俺パスタ作ろう思ったけどパスタの材料丸々残ってるもう俺もう冷蔵庫の中身で今週いっぱい食いつなげるわ。これね、だからそうや、今日パスタも作ってくれるよって言ったら、ね、ほんまはな、トマトパスタ作ろう思ったらな、ほんまやわ。そう、皆さんこれが独身2人の松野ですけど、やばい、どうですか、やばい、独身2人、独身39歳もらった、もったもった、39歳独身男2人が寄り添ってただ料理をひたすら作って食べるっていう土曜日、お互い2品ずつ作り合ってもう全部素晴らしくうまかったですよ。もう素晴らしくお店で出せるクオリティ、全部ね、お互いだから讃え合って、お前うまいよこれ、うまいよ、格闘技みたいなもんやな。そう、お前強かったよそう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 、二人でキッチンで汗流して讃え合って終わる。いやでもね、あのキッチンも広くって使いやすかった。うちのキッチンも全然使いやすかった。あ、ほんま、このキッチンの後ろの幅が広いのが、なるほどなるほど、うちそんなに幅あんなに広くないから。あ、そう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 、そうなんや、それがするとすごい。あ、そう、もういつでもよかったよかった、また作りに行こう、いつでも作っちゃってよ皆さんこれから毎週材料を買って来ちゃって来ちゃピンポン来ちゃったって、毎週マツコ好きそう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 ねこれ後ろに映ってるの、これそうそう、あの東京タワー低い東京タワーやけど、でもなんか色合い的には確かに綺麗ね、綺麗、そうやろ、綺麗ね、ここな、綺麗、素晴らしい。みんなもだからこういう、ね、そう、会計士になったらね、こういうところ住めるんですよ。こういうところ住めて、で、今日みたいな土曜日ランチディナーできるわけよ、独身二人で。そう、素晴らしいね、会計士ってすごいね、
ちょっと揺らんだ感じになるってもうちょっとまともなこうスタンダードなところあるって。でも絶対こういうのに憧れてるいる。それはみんなと憧れてるでしょ絶対ね。こういうマンションに住んで、お昼はお酒を飲みながらのんびり料理を作って、できた料理のクオリティがお店で出せるクオリティみたいな。なるほどなるほど。みんな憧れてるでしょ。そうこんなみんなもこんなになれるよ。あの結婚できんかもしれんけど致命的致命的。それはもう全部をゲットしようと思ったから、2頭大物は1頭も得ずだから、何か捨てないと何か得れない。そうそうそう。だからこういう生活を手にしたければ、生涯のパートナーは残念ながら諦めてください。残念、大変申し訳ありませんけれども諦めてください。最悪な動画や最悪や今回。ちょっともうお酒も入ってるから適当なこと言いまくりの。いやよかったね。いやよかった、楽しかった ね。また来ますね。次回もマツコズキッチン定例の会にしたいね。皆さん楽しみに、はい、じゃあねー。